江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、車の話題でございます。ポルシェに勝ったと浮き足立つヒュンダイ自動車に警告民、無料ならどっちもらうんというね、話題でございます。はい、それではですね、記事の方行ってみましょう。くーちゃんお願いします。英国で最悪の安物自動車と非難されていた現代自動車が人生逆転顔負けの反転評価を受けている。はい、高尚なふりスノビッシュしながら車を選ぶときは車のプライド、自動車多す自負心が強いドイツ人に劣らず、価格、性能、品質、実用性などを厳しく問い詰める英国人を魅了した。好評は販売増加につながった。現代自動車は今年上半期1から6月ポルシェ体感 BMW iX より優秀だと評価されたアイオニック5を前面に出し、2018年以降最多販売台数を達成する成果を達成した。14日、現代自動車英国法人ヒュンダイモーター UK によると、今年上半期の現代自動車の新車登録台数は 46,351 台だった。昨年同期49,008台より 13.3% 増加した。上半期基準では2018年以後最も多く販売された。市場シェアは約 4.88% で、全体ブランドの中で8位を記録した。現代英国法人代表は、現代自動車は魅力的で革新的なモデルを通じて英国人の心を虜にした都市、グローバル電動化を先導するモビリティ企業として英国で電気自動車の供給を拡大し、下半期にも良い流れが続くよう努力すると述べた。現代自動車に対する評価が国評から好評に転換されたのも、現代自動車の英国への影響力拡大に寄与するものとみられる。現代自動車は2000年代初めには英国で安い車という烙印を押された。2004年英国を超えて世界的な自動車プログラムとして認められる BBC トップギアは、現代自動車は冷蔵庫に朱輪がついた家電製品のようだと、知った魂と情熱がないと批判したからだ。英国はもちろん米国でも安いという評価に衝撃を受けた現代自動車グループのチョン・モング名誉会長とチョン・ウィソン会長は、品質経営をテーマにした。そして品質経営の成果で現代自動車に対する評価は完全に変わった。現代自動車を安いとして扱っていた BBC トップギアの態度を一変させた。昨年12月、BBC トップギアマガジンが主刊したトップギアアワードで今年のアイコン、インスタントアイコンアワードに選ばれたためだ。トップギア側は選定理由について、エノビジョン74を通じて現代自動車の過去のデザインと未来高性能車両開発に対する推進力を垣間見ることができたとし、現代自動車がエノビジョン74を通じて警告車ブランドの自信を示したと評価した。さらに、上品なふりをする英国人が現代自動車に惚れたことは他にもある。一度や二度ではない。現代自動車の電気自動車販売に大きく貢献しているアイオニック5が中心にある。英国人の自動車選択に影響力が大きい専門メディアと専門記者から相次いで好評を得た。アイオニック5は昨年3月、ポルシェ体感、BMW iX など世界有数の車両を抜いて、2022英国今年の車、UK カーオブザイヤー2022に最終選定された。チョン・ウィソン会長の高性能電気自動車や新作アイオニック5 N は、高性能電気自動車教科書ポルシェ体感と真剣勝負を繰り広げる。現代自動車のチャン・ジェフン社長も、アイオニック5 N とポルシェの体感を一緒にテスト走行してみたところ、性能面で遅れを取らなかったと自信を示した。アイオニック5 N は高性能であるため、ボリュームモデルではないが、現代自動車の価値をさらに高めてくれるものと期待される。現代自動車は品質経営で安価なイメージから脱し、ジェネシスとしてベンツ BMW と堂々と競争できるプレミアム価値を認められた。次の目標はポルシェと真剣勝負を繰り広げる高性能イメージ構築である。国評を好評に変え、安い味の代わりに生きる味を高めたのに続き、高性能ブランドとして認められるクォンタムジャンプの先方はアイオニック 5N だ。このアイオニック 5N って日本にも来るんだよね。今年だっけ、確か来るんですよね。来年かな。はい、ということでね、なんかイギリス人を若干ディスってるような部分もありましたけれども、じゃあですね、こちら警告の反応いってみましょう。はい、それでは1人目、こちら、
記者さんは無料でくれるなら現代に乗るポルシェ BMW に乗る125/19。現起こり車、現代キア車には乗らない。1年乗れば骨董品になる。毎年あんなにデザインを変える会社があるのか気持ち悪い。23/8。確かにね、毎回毎日毎年毎年モデルチェンジ、デザイン変わったらちょっとやだね。どんどん型落ちになっちゃう。だいぶ良くなったけど、これはオーバーじゃない？急発進して祀られるから遠慮する。17/9。200m ごとに信号機があり、2km ごとにスピード違反カメラがある国で高性能が必要なのか？5/0。現代は国内サービス及び貸し&急発進などの対応が QX だからイメージがそうなのだ。急発進の立証を購買者に押し付ける企業、それも K 国だけでそうだということを英国は知っているのか？4/0。一体いくらもらったらこんな記事を書くのでしょうか？4/0。現起こり車はデザインに哲学がない。アイオニックを見ろ、あれが車なのか。4/2。多くの警告人がこのようなニュースを歓迎しない。認知度が上がると価格も上がるから。そなたに乗っていた頃は本当にコスパがすごかったけど、今は悩んで買う車になっちゃった。もちろん品質に不満はないけど、コスパの車を買える選択肢がなくなったんだ。2/0。お前らからコスパ取ったら何が残るの？地下鉄の通路で安いスカーフをたくさん売って売り上げが似ているからエルメスと同級だという論理だね。うわー、納得した。01。はい、それではですね、こちらチャットの反応いきたいと思います。フルボッコじゃん。結構たまにこういう記事あるんですよ。これメーカーからお金もらってるよねみたいな記事があるんですよ。無料なら誰もがポルシェだろ。いや、そもそもポルシェがダダにはならんやろ、わら。販売増加につながったダダシリピーターは 0% かっこ笑い。英国まで運んでも5万台いかないのか、よく儲かりますね。ヒュンダイならタダでもいりません。日本のカーオブザイヤーと同じ流れでしょうね。イギリスは経済的に安くなってるからな。ヒョンデなんか怖くて乗れんから無料でもいらん。冷蔵庫？棺桶の間違いだろ。そして動画見ながら作るように。優秀ねえ、ここ毎月リコールぶっこいてる車なかったっけ？アイゴーニックとか言う、わら。トップギア、わらわらボロク X 言われてたもんな、わらわら。値段高くするだけなら簡単だろ。ええ、今インフレひどいから金で転ぶやつ多いだろからだから。走る棺桶やもん、乗ったが最後食材に変えてしまうカーベキュー車だぞ。英国人は米国よりリップサービスがうまいからねえ、ハラン中者、産業革命からやり直せって思ってるよ、わら。 BBC にもアンディみたいなのがいたんだね。英国でもアンディの影響絶大なんか。どっかのオブザイヤーの時聞いたような内容だな。イギリスは日本の軽自動車欲しがってますよ。トップギアってお笑い番組だぞ。どうして英国を軽く DIS ったような言い方をしているの？ポルシェとテスト走行したら10秒で視界から消えるの間違いじゃね。なんたらオブザイヤーって日本でもあったけど日本人は踊らされなかったぞ。よくもまあそんだけ生きった記事書けるな。そういうのはまず毎月出てる不具合と訴訟片付けてからにしろよ。生きるのは得意だな。気持ち悪い、わらわら。そうだね、ほんと気持ち悪いよ、わらわら。お前らはアウトバーンで120キロ出して事故るんだから高性能車はやめとけ、わら。ホルホルしてるな。日本でもカーオブザイヤーを嘘でとっても結果が伴わないのに英国でも同じことしてるんだろうな。お前らは他国に売るな。英国人ホンダと間違えて買ってしまったんですよ。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。